アグリな時間 TV をご覧の皆様、こんにちは。はい、ということでアグリな時間代表してます山下です。どうも。はい、まあ今日はね、何月だ、10月入りましたね。10月入りましたで、4日ですか、うん、ということで、まあアグリな時間も絶賛活動しておるところでございますが、みかんシーズンがいよいよ、まあ、やってきますと、うん、ということで、今年のアグリな時間としての、まあ、みかんの縁能について、今日お話しできたらというふうに思うんですけれども、まあ、あの毎年のことながら、愛媛県の八幡浜市っていうところと、それから和歌山県、和歌山県は今年実はぐっとこうあの農家さんの数増えましてですね、ありがたいことに、まあ、あのいろんな、ね、ご縁から、まあ、人と、まあ、農家さんから農家さんつながっていったりとか、あとはまあ過去に働いてくれた方がつないでくれたりとか、いろんなケースがあるんですけれども、あの、まあ、今年、まあ、和歌山県で非常に増えたというふうな部分もあって、今日のこの YouTube では、和歌山県の、まあ、みかん収穫についてちょっと詳しくお話しできたらというふうに思います。これからですね、まあ、12月がメイン、まあ、11月12月とちょっとみかんの仕事をやってみたいなとか、あの、まあ、毎年みかんの仕事をやってるけど、今年はちょっとまた違うところでやってみようかなとか、まあ、いろんな、ね、方いらっしゃると思いますが、少しでも気になる方いらっしゃったら、このアグリの時間、あのアクセスしていただいてですね、ぜひ僕と一度お話しできたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、まずあの和歌山県、まあ、どこのエリアっていうところなんですけども、まあ、言っていきますね。まず市、和歌山市から近いところで行くと海南市下津町というところですね、ここが一つと、あとは有田市、有田川町、それから日高川町、まあ、この辺りのエリアでみかん農家さんが、求人あるいは枠を募集されています。絶賛募集中っていう風な感じです。で、期間としてはだいたい11月の頭から12月の末までにはなってるんですけども、各農家さんによって厳密に言うと11月の10日から始まるところがあったり、11月の1日から始まるところがあったり、まあ、さまざまですね。で、遅いところだったら11月の18日からピンポイントで、まあ、2週間ぐらいのお仕事なんかもあったりはするんですけど、まあ、詳しくはね、あのうちのホームページとか、まあ、ブログなんかも書かせてもらってるんですけど、そちら見ていただけたらと思います。まあ、とにかく11月の頭から12月の末ぐらいにかけて、まあ、いろんなバリエーションのですね、みかん農家さんが和歌山県にはいらっしゃる。まあ、僕らなんてまだまだ駆け出しのね、こういう人材の会社にはなるんで、まあ、そんな全部を知ってるわけじゃないんですけども、ただあまりな時間として関わっているだけでも、それだけちょっとみかん農家さん増えてきてるっていうふうなことなんで、まあ嬉しいことではあります。はい、で、エリアがその4つありまして、期間が11月から12月っていうところですね。で、まあおおむね仕事の内容っていうのはね、大体同じにはなってくるんですけど、当然みかんの収穫というお仕事があります。で、まあ、あのみかん序盤の方はですね、ちょっとみかんの色目も見ながら、あの品種によってね、収穫しないといけないんで、若干ちょっと最初戸惑うことはあるかもしれませんが、まあ、中盤から後半に差し掛かってはもう完全にみかん全部全取りっていうんですか、全部取っていくんで、あのそうなってくると、まあ、体も慣れてきて、収穫のやり方もあの習得している段階にはなってくるから、そんなに仕事で困るというようなことはないと思うんですけど、まあ、とにかく毎日毎日みかんを収穫していく、園児のみかんを全て取っていくっていう、まあ、そういう仕事になってきますと同時に、まあ、力系の仕事も当然あるんですね。で、まあ、主にはどんな力仕事があるかって言ったら、やっぱり収穫したみかんを、あのいわゆる果樹とかが入る黄色いコンテナがあるんですけども、そのコンテナにどんどんまあ入れていくんですね。そしたらだいたい20キロから25キロぐらいの重さになりますから、そのコンテナをまあトラックへ積んだりであるとか、まあ、多少持ち運んで移動させたりとか、あの積まれたトラックに積まれたコンテナを今度は、下ろしてきてですね、でそれを選果の機械ですね、あのみかんをまあこう選別していく、そういう機械にこう入れていくだったりとか、まあ、そういう力仕事も往々にしてありますと。で、現場によってはこの
運搬をメインでやっていただく方と収穫をメインでやっていただく方に完全に分けて仕事をするという現場もあれば、でこうやって分けて仕事する場合っていうのは若干時間給にも差をつける農家さんがあったりしますね。例えば収穫だったら1000円前後、運搬だったら1200円前後っていう風に、そういう形で時間給に差をつけながら仕事を完全に、まあ、分けて働いてもらうというパターン。もう一つはこうみんなでこう協力しながらやっていこうぜみたいな、それぞれ収穫も運搬もするけども、まあ、もちろん力あるなしとか適性があるから比重っていうのは人によって変わってくると思うんですけど、まあ、全体としてバランスよくみんなでやりましょうっていう、まあ、そういう形の働き方もあります。だいたい時間給でいくと1100円前後っていうようなところかなと思うんですけども、これもね、農家さんによってエリアによってというよりかは個別農家さんによってやっぱり働いてもらうやり方っていうのは微妙に違ったりしますんで、そのあたりを、まあ、うちで関わっている農家さんに関しては個別にいろいろ見てもらって、あるいはヒアリングでも説明させてもらうんで、最終的にエントリーする先を決めてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。はい、で収穫運搬、それから選別というお仕事も当然あって、まあ、出荷するにあたってみかんって結構なんていうのかな、いわゆる腐敗進んでしまうやつはどんどん進んでしまうから、そういうのが商品の中に入らないようにね、それをこう跳ねていくっていうふうなこともしないといけないんで、まあ、そのあたりの、仕事も出てきます。まあ、大きくは収穫と運搬とそれから選別というふうな業務にはなって、これでまあ 1,2 ヶ月のシーズンが終了するという感じになります。で、仕事のね、まあ、休みの取り方なんですけども、まあ、この冬場の仕事になってきて、実は日がすごく短いんですよね。で春夏の仕事と比べると1日の労働時間でそこまで長くはならないですね。結構残業がない現場の方が多いかな。その長くても8時間7時間半8時間あっても、例えば和歌山の現場はね、残業あっても、まあ、ちょっとコンテナをトラックから下ろすのだけ手伝ってもらうとかで15分20分ちょっと延長してもらうとかっていうのはあるんですけど、そんな1時間も2時間も残業してもらうっていう現場は非常に少ないのが特徴ですね。日暮れるのも早いんでね、暗くなるのもすごく早いですから、まあ例えば7時半から4時半とか8時から5時、5時になるともうだいぶ暗いですもんね。なのでまあ割と早い時間に終わってくるかなっていうのが特徴としてはあります。で1日だいたい8時間ぐらいの労働にはなってくるんですけども、雨が降ると基本的に休みになる現場が多いんで、まあ、逆に言うと雨以外は基本的にずっと収穫したいのが農家さんです。なので皆さんが行く時期っていうのは繁忙時期になってくるから、基本的には晴れてる時は自分の予定とかあるいはその体調面で問題がない限りは基本的には仕事がある。あんまり繁忙時期に仕事以外の予定をボンボン入れちゃうとですね、まあ、そもそも採用にならないっていう可能性が非常に高くなってきますね。この時期はとにかく収穫、運搬、選別、これをしに来てくれっていうのが、まあ、農家さんの気持ちとしてはありますんで、そこをまず最優先に考えていただきながら、雨の日の休みにどんなことをして、まあ、リフレッシュしていくかとか、たまになんか仕様でちょっと休みもらえたりした時にはしっかりとリフレッシュねしていただいて、まあ、最後まで頑張っていただけたらなというふうには思います。固定の休みを取られてる現場は僕が今関わってるみかん農家さんの中で行くとありませんで、元旦またぎですね、年末年始またぎで1月の10日ぐらいまで現場があるっていうところは、元日は休みですということなんで、2と3は仕事してもらえるんだったらしてほしいって言ってましたんで、まあ、そんな感じにはなってきます。はい、一応仕事内容とそれからまあ期間のことも説明をさせてもらいました。あとは住居環境ですね。住居環境もですね、本当に様々なパターンがあるんで、一概に説明するのをしだすとですね、各農家さんごとにこの農家さんこういう家で、この農家さんこういう家でっていう風に説明していかないといけないですから、ちょっとこの YouTube ではそこまでは説明しませんけども、基本的にまず言えることは、全て僕らが関わっている農家さんのアグリワークに関してはその人が住める環境は用意していますと
いうことです。で、まあ、シェアハウスというパターンであったり、あとは小学校をリノベーションした、あの利活用した、まあ、行政の施設で、割と綺麗な宿泊施設を使うケースがあったり、あとは農家さん自身がアパートを抑えているというパターンですね。でもう一つは複数の農家さんで大きな一軒を 2,3 軒抑えていて、そこにまあ家電とかいろいろ入れてみんなが生活できるようにしているというふうな、まあ、そんな現場があったりとかします。で、まあ、ここで強いて言うこととしては、まあ、あの基本的にね、あの部屋数もあって個室をまあ用意できるようには取り計らってはいるんですけども、遠農の状況によっては、例えば組み合わせでこの2人なら、まあ、あのうまくやっていけるかなとか、もともとの知り合いとかね、まあ、そういった方々には相部屋をお願いするケースも出てくるかもしれませんというところです。あとは家屋の家の特性上ですね、まあ、これ具体的にある現場としては、2部屋個室があるんですけども、1部屋はどうしても共有のリビングとかキッチンに通るための動線になってしまうから、なかなか完全に独立していない部屋っていう風な感じの作りの住居で2名採用したいっていう農家さんがいたりとかしますね。あとはまあ一軒家でそこに2から3名入ってほしいっていう、入れるっていうお家があったりしているというふうなところで、まあ、裏を返せばですね、例えばカップルの方だったりとか、すごく仲のいい2人組3人組とかで、住みながら働くにはものすごく快適な空間として、まあ、2軒ほどそういう現場でカップルにおすすめというか、暮らしがすごくカップルだったら、あるいは2人組の仲良しの2人組だったら、すごく働きやすい、暮らしやすい現場になるだろうなっていう現場が2箇所ほどあります。なので、今お話ししたような方に該当する方はね、ぜひ一度コンタクト取ってもらえたらね、もしかしたら他の複数人との、まあ、例えば5人6人ぐらいの大所帯でのシェアでの生活よりも快適に暮らしながら働けるかもしれない、うん、まあ、ここら辺はもう全部なんて言いますか、人に寄ってくるとこなんで、まあ僕が何を言いたいかって言ったら、まずはお話をしましょうということで、総勢で今、おとついも実は和歌山県の有田の方に行かせてもらってたんですけど、新たにまたみかん農家さんから依頼を受けまして、で総勢で、今19人ですねの方々を和歌山県のみかんシーズン、アグリな時間としては必要としていますので、19名の方には 1、2ヶ月しっかりと仕事を用意することができると。みかん収穫、運搬、それから選別のお仕事ですね。で、まあ、もちろん愛媛の方にもあるんですけど、ちょっと今日はね、和歌山のお話をさせていただくっていうところで、なので、まあ、絶賛募集中、11月からスタートします。今10月の4日ですというところなんで、まあ、あと2週間ぐらいのうちにですね、ある程度興味ある方とはコンタクトを取っていきたいなというふうなところは正直な気持ちではあるんで、そういう形で少しでも興味持たれてる方いらっしゃったらですね、アグリな時間、検索してもらって、ワーカー登録していただく。そしたらすぐに僕の方からレスポンスのメールを送らせてもらうんで、Zoom ないし LINE ビデオとこういった形で、お話をさせていただいてですね、いきなりエントリーっていうふうにはうちはなりませんので、まずはお話させてもらってから、どういう働き方、どういう現場がいいかなっていうのを一緒に考えてですね、最終的に和歌山のみかん収穫、一緒にこう乗り越えていただけたら嬉しいなというふうに思ってますので、この動画 YouTube 見ていただいた方はぜひコンタクトをよろしくお願いします。シェア拡散も大歓迎でございます。はい、ということで今日は和歌山県のね、みかん収穫ワークについて、いろいろと解説をさせていただきました。また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。